皆さんこんにちは、小坂です。さあ、皆さんにお題で出したこの上から行くのか下から行くのかどっちでしょうっていうのの答えをね、出していこうかなと思うんですけれども、これ結局ね、のこのこを使うんじゃないかなって思ったんですよ、私も。で、もう30分も40分もやっても全然ね、うまくいかなかったので、べーさんに聞いてみました。のこのこって使うんですか？なんと使いませんという回答をいただいたんで、じゃあどっちかだと思うんでね、どっちかやっていきますよ。よろしくお願いします。高いところから飛ぶんだっていうこともね、とにかく飛ぶんだというヒントをいただいてるんで、飛んでいこうとは思うんですけど、どこを飛べばいいのかわからない。これって実はこれ以上上に行けたりとかするんじゃないのかな。そんなことはさすがないか。これ地獄じゃない？地獄でした。よいしょ、いけるかな。一日挟むと腕がなまるよね、やっぱこうなりますよね。もう一個、あっ、そんな死に方あります？実はですよ、ここで全然良かった説があったりなかったり。これ以上上行けないもんね、ステージね。ないよね、この上に実は何かがあったりとかする？ないよね。じゃあやっぱりここで頑張るしかないんだ、多分。いきます。なんかあともう一声って感じなんだけどな。もっと近くから飛べたりする？高いとこから飛んでんだけどな。わかったかもしれない。今んとこでしょう。長いの助走は引っ掛けか。マジか。コースクリア。いやー、姉さん、やっとできましたよ。私何分かかったんでしょう。よかったー、終われてー。ねえ、ポンチ、ポンチくん映るかな。ポンチー、ポンチ、どうしたの。あー、というわけで、上から、しかも、先のところからね、飛ばないとダメでしたということでした。今回の動画、いかがだったでしょうか？もしちょっとでも楽しめたよっていう方は、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。また次も、小坂と遊ぼう！またね！